元立ちて道生ずという言葉があります。元とは根本的なこと、原理原則です。空手で言えば基本のことです。基本は空手のエッセンスです。正しい基本を身につけていたら、技、いろんな技につながってまいります。皆さんも所属しておられる流派会派の基本を身にしっかり身につけていただきたいと思います。今日は私が今まで指導した経験の中のいくつかの指導方法をご紹介いたします。月で一番大切なことは、木曜に対して最短距離をつくこと。それは最大のスピードで、ついた瞬間は力の集中を図ることです。そのために木曜を正しく取ることによって、自分のまた急所を守ることにもなります。自然体の構えを行います。自然体にも静的自然体と動的して自然体がありますが、はじめに静的な自然体、快速で行います。まず両肩の力を抜いて下腹部に重心を落とします。そして膝はやや柔らかく、そして腹部に緊張感を覚えて下肢と上体を一体化します。そして横から見た場合は、ちょっと横になってください。頭のユリというツボがありますけど、そこから生殖器の中間を取って両側底の真ん中に落とします。あまり胸を張りすぎないで少し湾曲組で立ちます。正面、この自然体より上段を目標についてみます。月の木曜の場合は、まず正しく木曜を取ること、もう一つは正しく木曜を取ることによって自分の急所を防御する役目もします。相対したとき、互いの急所を一直線に結んだ目標を攻撃することは防御にもなるのです。つまり正しい基本とは、自分の正中線の中で常に攻撃を行うことなのです。はい、はい、今から前屈立ちの説明をいたします。各会派流派には、他に騎馬立ち、四股立ち、猫足立ち、後屈立ち、いろんな立ち方がありますが、今日は前屈立ちを中心の技を紹介いたしますので、まず前屈立ちの立ち方を説明いたします。まあ、手を腰に取ってください。
左足を前にして後ろ足のかかとから床から離れないように、自分の体の柔軟さ硬さそれぞれ個人違うと思いますが、自分なりにしっかり立っていただきたいと思います。はい、左足を前にします。しっかりで前膝はしっかり前に曲げます。前の膝の位置によって腰の位置が決定されます。膝を後ろに引いたら自然と腰は後ろにこうに下がります。膝をだから前にしっかり持って両足の真ん中に腰がどっし座るようにします。はい、一回戻ります。はい、右足前です。はい、次は練習の目的によって下肢を鍛えたいときには敏捷に動く立ち方の前屈立ちより少し広めに取って前後に移動して練習する場合もあります。はい、左深めに、その時も膝はしっかり前に入って、いくら深く取っても後ろ足のかかとが離れるようだってはいけません。はい、はい、右足前です。はい、次は後ろに半歩下がって半身の姿勢をとってみます。右足を下げて左膝は前方に屈します。そしてへそは45度に曲げ、はい、はい、左足下げます。特に半身の姿勢の時にはあんまり大きく取りすぎると腰の回転を行うことができません。じゃあこの姿勢より前に追い突き逆突きを行ってみます。後ろに下がる時には上段上げ受けをやってみます。はい、まず左手前に出します。まあこれ引き手を強く取るために、まあ左手を前に出して右手で前に追い突きで突きます。まず上段突きをします。いい2 3 4。次は中段突きます。逆突きで左足前で右手で逆突きします。いい2 3 4。次は左足下げて右手で上段上げ受けします。はい、いい2 3 4。はい、これを1回ずつ力を入れて行ってみます。はい、左手前、まず上段の上げ突きを、いや上段突きを右左行います。はい、スピードを加えます。はい、2 3 4。次は左足を前に出して右手で逆突きです。はい、前に上段突きを右左行います。1 2 3 4。左足前右逆突き中段、はい、2 3 4。はい、1回回って、はい、右足下げて左上段上げ受け、はい、2 3 4。はい、はい、前屈立ちは膝の位置で腰の位置が決定します。正しく立ったら前膝は前に、後ろ膝は後ろにしっかり張り合います。
前屈立ちは互いに拮抗する力で出来上がっております。右手ついてください。右手ついた衝撃を脇胴後ろ足でしっかりと受け止めます。そうすることによって拳に強い力が生まれていきます。この後ろ足は簡単に言えば看板の後ろの突っ立て棒と考えていただければ結構です。はい、次はその強い前屈立ちより腰の回転を行います。まず分かりやすいように両手を左右に開いて行います。はい、腰の回転号令に合わせて行います。はい、1 2 3 4 5 6。はい、やめ。人間の力で一番部分的に強い力を持っているのは腰の部分です。逆突きをするときに腕の力だけで作るではなく腰の力を利用して突いたら一層強い突きが生まれてきます。これを段階的に引きて突きて最後に引きて腰の回転突きと3つの段階に分けて行っています。はい、左足前、はい、右手腰、はい、スローでいきます。はい、引き手と腰の回転を行います。はい、1 2 3 4。はい、スピードを加えます。はい、2 3 4。はい、はい、今度は腰の回転と突きだけを行います。はい、左足前で半身に変えます。はい、1 2 3 4。はい、スピードを加えます。はい、2 3 4 5。はい、やめ。腰の回転と突き手だけではあまりスピードも得られません。それで引き手腰突き手三者一体で突いてみます。はい、構えてみます。はい、はい、構えて。はい、1 2 3 4。はい、引き手を素早く取りながらスピードを加えて突きます。1 2 3 4 5 6 7。はい、やめ。はい、必ず引き手をまず指導させて次に腰突き手の順序で行うのが一番正しいかと思います。じゃあ、はい、はい、正面で、はい、では前屈立ちの移動の説明をいたします。前屈立ちも逆突きと同じくこの腰の力を借りて行います。しかし腰は動きが鈍いので下半身の足首膝の屈伸を利用して行います。まず簡単な練習方法として後ろ足を屈し左足を軽く出します。左足は膝を前に進めながら後ろ足は
屈した膝を伸ばしながら腰を前に。まあこういう運動をして足の柔軟性を養います。こういうことは一般の生活の中でも階段を上ったりするときに行われています。まず右足を上げて次の段を踏むときにはぐーっと腰を押し伸ばして階段を一歩ずつ上っていっているわけです。これと同じく前屈立ちの移動のときにも後ろ足の左足が前方に着地する間にこの膝をしっかりも伸ばし終えてしまいます。ついてから伸ばしたのではバランスが崩れてしまいます。だから左足が前に着地する前に後ろ足がしっかり伸びきってしまってなければなりません。そしたら強い突きが生まれてきます。移動基本は前へ移動するだけではなく下がりながらの基本練習もできます。それはバランスの取れた練習として習慣づけることにより組手の足さばきなどにもつながり足首膝の柔軟性を高めることにもつながっていきます。はい、角突き前進。はい、角突き前進。1 3 4 5い下がりながら中段受け。一、二、三、四、五。一、二。ついたとき、ついた拳の位置を変えないで、その前方を正確に蹴る。十組手のとき、反動やモーションをなくして。攻撃技へつなげる練習となるので正確に素早く行ってください。基本型、はい、自然体構えて、はじめ50に合わせます。よーい、はい、正確に一本一本力強く行う。体の上下動を行わず素早く方向転換を行うことが必要。これを正しく早く行うことによって体のキレが良くなり組手の実践にもつながります。自分の速さで行います。合わせる必要はありません。何回も継続することにより臨床性、持久力を養うことができる。特に持久力を身につけるときは5分間続けて行うこともあります。体のキレ、安定感、持久力をしっかりと身につけるように自分のペースで行ってください。はい、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 はい
じゃあただいまより片手突きを行います。片手突きは刻み突きのスピードと一瞬のキメをつくために引き手を利用してつく練習です。で、私に代わって若い二人にスピードのある突きを行ってもらいます。はい、正面。はい、はい。はい、構えて。はい、スローで、はい、いい。この練習は、突く肘が体の延長線上にあり、突く時も返す時も、正しい同じコースで行ってください。ただ出して引くだけではなく、ついた時一瞬の決めを心がけてください。ただいまより刻み突きの基本を段階を分けて行います。今まで刻み突きは、ま、の基本というのはありませんでしたけど、まあ、私なりに考えて、まあ、やってみました。まず自然体 で立ち、半身の姿勢になって上段を突きます。そしてその場で1、2、これが第一段階です。次は第二段階です。最後はついた姿勢よりこの自然体に戻ります。この3段階に分けて行います。じゃあ若い2人にやっていただきます。はい、正面。はい、はい、自然体。はい、初め2段階に分けてスローでいきます。はい、1、2、腰にとって。はい、3、2、3、もう一回、1、2、3、1、2、3。はい、今のスピードを超えて二挙動でいきます。はい、ついた時の一瞬の決め、下肢と上体が一体化し正中線をしっかり突くことを身につけてください。はい、1、2、3。はい、今度は次の段階で一挙動でついて腰まで取ります。はい、1、スローで2、3、4、5、6、7、8。はい、スピードを加えます。はい、一瞬の決めを作ります。はい、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、やめ。はい、今度は一挙動でついて自然体まで帰ります。はい、1、2、3、4。はい、スピードを加えます。膝を柔らかくして、はい、しっかり、3、はい、コン、アップ。
次は左で左右と交互に行きます。一挙動大スローで、はい、1右から23やってきた、4はい、スピードを加えていきます。左右均等に練習することによっていかなる組手にも応用は可能となります。はい、やめ、はい、後ろさ、はい、正面、はい、構えて、じゃあ次は刻み突き、ついた後肩前に出した足を半歩引き寄せて反対の足で大きく前に踏み込んで決めます。ゆっくりまでやってみます。左足から、はい、2、はい、自然体、3、4、5、はい、一挙動でスローでいきます。いい、2、はい、いいです。はい、後ろに下がって、はい、じゃあスピードを加えて、はい、膝楽にして、はい、2、3、4、前足を半歩引くということは腰はそのままで足だけを引く、つまり前足を素早く引くとき腰はさらに前に出すように交差して次の突きにつなげます。今の左手の突きはもっと一挙動で後ろに取ります。前に置いたまましない、もう一回、はい、いい、はい、もう一回、もっと完全に腰まで引きます、はい、いい、そうです、3、はい、もう一回下がります、はい、スピード、それで早く行きます、はい、3、4、はい、はい、後ろ下がります、はい、失礼しました、はい、よいしょ、で、次はその場擬音の変化を行います。月の目標は上段を多く使います。自分の急所を目標として突きながら自分の急所を常にガードするという意味で行います。まずゆっくりやってみます。前足を半歩引きながら反対の手で上段を正確に決めます。引いてしまってからつかないようにします。これを左右行います。じゃあ、はい、正面にしていただいて、で、はい、自然体構え、はい、スローでいきます、はい、左手まず上段に構えて、右足前より、はい、いい、2、3、4、はい、スピードをつけます。この練習は前に出てまた後ろへ半歩下がって突きを決めることにある。十組手においてはいかなる状態にあっても突きを決めなければならない。その十組手につながる基本の変化の練習方法です。
次は逆突きで行います。次の段階に行きます。次の段階は一歩足を引く間に決めて腰に取ってしまいます。同じ方向だけまず始めを行います。はい、左手前に対して、はい、スローで、いい、1、2、はい、もう一回左に対して、いい、2、はい、スピードを加えます。4回いきます。はい、じゃあ次の段階に入ります。次は自然体、構えたままの姿勢より入ります。この姿勢より上段に入って引きながら右左と突きます。その時に腰と一緒に手を前に持っていって突かないよ。まず重い腰を前に移動させて、手は初めに置いた箇所より上段を突きます。そうしないとスピードが出ません。腰の移動と同時に手は元の位置から一気に突き込むことによりスピードとキメのある突きとなる。全体よりまず右足前から入ります。スローでいきます。はい、いい、1、下がって左右とつきます。2、左
2人3 4 5 6 7じゃあスピードを加えていきます。後ろに下がって突きを出し、後ろ足を自然体に戻しながら片手突きを決めるなど、さまざまにアレンジして練習してください。次の段階は今の突きに蹴りを加えてみます。前の上段突き返します。はい、いい。二、次は上に上に上に突きます。はい、今度左です。いい。二。を正確にスピードを出していきます。はい。このように突き、蹴り、受け、打ちのアレンジ、また前後自然体とパターンを組み合わせて。基本から組手につながる基本練習として行ってください。はい、今のように自分の手足を自分の意思通りに動かすことができるようになったら、自由に構えてから応用としてやってみます。各自それぞれ自分の思った通りに3つ組み合わせてやっていただきたいと思います。はい、自由に構えて。はい、まず1本目スローでいってみます。はい、はい、もう1回です。はい、スピードを加えていきます。気合を入れます。はい、はい、よっ、はい、もう一回やり、はい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 、もう一つ組み替えてください。はい、スローでいきます。前と同じことをしないよ。はい、いい、はい、構えて、はい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 、3本目もう一つ構えます。いい、は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 い、正面に、えい、はい、正面に、えっ、
ただいまその場擬音の変化を幾通りかやりましたけど、これは自由組手を行うときにあらゆる体勢から技を出さねばいけません。そのために行った練習です。次にあの3人の方々に得意のパターンで1回ずつ攻めてその手音を見せていただきます。はい、はじめスローで、はい、はい、真っ向から突き技を行う攻撃のパターンです。はい、はい、はい、基本の積み重ねによりしっかりとした自由組手へつながることになるのです。基本イクオール応用なのです。2勝1敗とリード。矢原光雄選手対ラシントの対戦です。うまいですね、はい、今のはやはり矢原選手が例えば突きが外されたとすぐにそれからすぐ同じ腕でもってこの裏剣に変化するというふうな、はい、やはりこれが本当の空手でしょうね。攻撃の実践技試合を紹介します。試合は攻めどころ守りどころ勝負どころがあります。刻々と変化する試合の中で一流選手は攻め技守り技をどんな状況においても自らの意思通りにコントロールしていきます。それは攻防一体となった技を基本から一つ一つ積み上げていくことによって初めて実践できるのです。こうした素晴らしい技を基本からしっかりと身につけてください。Yeah!
じゃあただいまより出会いを取る練習をいたします。はい、はい、はい、お互い相向かってこちらが攻め方で中段の水月を目標についていきます。出会いを取る方は一歩下がって半身に身を開き、左手で初めは上段の出会いを取ります。初めはスローで行います。はい、下段から構え、はい、いい、はい、今度は反対、はい、下段から、いい、はい、に、はい、スピードを入れて、はい、下段前構え、よいしょ、はい、立ち上がれ、はい、に、はい、下段前構え、はい、はい、立ち上がれ、はい、今度は素早く決めてから引きます。はい、下段前構え、初めからさばきながら体を引くと攻撃側はそれに合わせて攻撃します。あくまでも相手の攻撃をギリギリまで引きつけ、当たる瞬間に体をさばき反撃しなければなりません。今度は号令をかけずに攻撃方は自分のいい時に中段をついていきます。今のように取ってください。はい、下段前構えて、よっしゃ、次は前に半歩入って体を開いて上段を積極的に取りに行きます。はい、スローでいきます。はい、下段前構えて、いい、はい、反対、いい、はい、に、はい、スピードをつけて号令に合わせて、はい、下段前構え、よいしょ、はい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 、今度は一挙動でいきます。はい、下段から出会いを取る練習です。基本的には体をさばいて出会いを取る方法と深く入り相手の突きを潰しながら出会いを取るパターンがあります。はい、今度は号令をかけずに行います。相手の動作を見て出会いを取りに入ります。はい、構えて、よいしょ、はい、はい、はい、構え、はい、次はお互いに構えて左足、よいしょ、はい、こちらが自分の意思で中段を攻撃に行きます。それをこちらは出会いで取ります。はい、手腰と手腰、はい、左足前前屈合い構えて、よいしょ、はい、はい、正確に足交差します。はい、いい、2、3、4、はい、スピードをつけて10回、号令に合わせます。はい、はい、3、下肢を激しく動かして行う鍛錬の練習です。自由組手のいかなる状態においても足腰の粘りへつながるのです。上体は静かに、下半身は激しくが基本となります。はい、左下段払い構えて、はい、はい、左手で追い突き、はい、腰真正面、はい、正確に4回いきます。はい、いい、2、3、4、はい、続けて10回いきます。スピードを変えて、はい、はい、
次は裏剣打ち逆突き、はい、左四段払いから天、はい、はい、一本突きます、はい、正確に、はい、いい2 3 4、はい、スピードをつけて、はい、はい、3、はい、お、はい、はい、5、あ、はい、はい、やめ、はい、次は前蹴り、はい、左前屈から手、はい、はい、交差蹴り、はい、正確に、はい、いい、基本的突き蹴りなどをマスターした上で行ってください。基本が崩れる場合があります。またこの練習は突き蹴り受け打ちなどその場に応じてアレンジして行ってください。はい、やめー、はい、して、はい、正面、え、基本をマスターした上で体の芯を正しく作る練習です。下腹部が痛くなるほど練習を積み重ねることによって正しい体の芯が出来上がります。足がついた瞬間に突き蹴りを決めるようにしてください。いかなる時にも下肢と上体を一体化させて行うことが重要です。また前へ行くだけではなく斜めにバックしながら行ってください。さらに突き蹴りなどを様々に組み合わせて行うと組手の応用時にはキメのある技が出せるようになります。ただいまより逆突き前屈の逆突きで上段中段の目標を正しく取る
練習をいたします。はい、下段場へ構えて。はっ。はい、上段、中段ですか。はい、スローで、はい、いい。2、3。目標を正しく取り、一瞬の強い決めをしっかりと身につけてください。挙動で、はい、いい。正解。2、2、3。はい、スピードをつけていきます。号令に合わせます。はい、1、はい、1回直ります。次は自由に構えて半歩踏み込んで、また元の姿勢に帰ります。下半身の柔軟さを養いながら目標を取っていきます。はい、構えて。はい、スローでいきます。上段、中段、はい、いい。2、3。深く入り、必ず素早く元の位置に戻ることを基本とします。この練習をすることによって、下肢の粘りや腰のキレが身につきます。はい、次は片方が中段をついたとき、反対側は刻み突きで上段を取ります。はい、左足前で構え。はい、中段、刻み突き、正確にいきます。はい、いい。はい、次反対です。はい、2、3、4、5。はい、早く。次は片方が中段の逆突き、片方は上段の回し蹴りで取ります。前足、後ろ足を使います。はい、構えて。シュイ。はい、中段逆突き、後ろ足で上段回し。はい、1、2。はい、2、上段。はい、次は前足で上段いきます。はい、中段逆突き、はい、いい。2、はい、これを正確に続けていきます。はい、中段逆突き、はい、いい。2、3、4、いい。2、3、4。はい、スピードを加えます。はい、前を取って、ボールがかかってから入ります。はい、左足前。はい、初めは号令に合わせていきます、ね、初めスローで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、1回直。はい、次は号令に合わせてスピードを出してください。はい、左足前で構えて。
はい、号令なしで、しゅい、はい、左足前、しゅい、しゅい。互いに正確に練習することによって呼吸が合うようになります。その中でスピードアップし、さらに的確に目標を捉えます。しっかりとした基本を身につけてください。はい、最初で、はい、構えて、はい、はい、攻撃の視覚反応練習です。棒を下に下ろした時に互いに決められた攻撃を行います。棒を横や上に振った時は攻撃をしてはいけません。また強い刺激には強い反応、弱い刺激には弱い反応しか生じないので、しっかりと互いに気を入れて行ってください。左右ジグザグに動きながら決められた技で的確に目標を捉え決める練習です。最初は幅を大きく取りますが、次第に狭くしてスピーディーに行うようにしていきます。はい、
配上配上哎哎哎哎目標に対し足の運びをコントロールしながら移動しますが、スピードを失ってはいけません。基本を崩さずに決められた技を的確に叩き込んでください。さらに幅を狭くすることによって接近戦での目標を正しく取る練習にもなります。これより短い幅で行うこともあります。その時には足を入れ替え、交差突きの基本を生かし、体の切り替えにより技を決めていかなければなりません。さらに突き、蹴り、打ちや幅の大小を組み合わせることによって様々なバリエーションを作りながら練習してください。空手の基本の稽古は一つ一つの積み重ねです。1から2に上がるのではなく 0.1、0.2、小さい積み重ねだと思います。その積み重ねができたら自分の手足を自分の意思通りに動かすことができるようになると思っております。皆さんも一つ一つのことをよく頭に入れ、無意味に稽古しないで何のために何をやってるかということを考えながら行っていただきたいと思います。そしたら筋肉が正しい動きを覚えていきます。筋肉とには記憶能力はありませんが、脳が記憶していき、その分身についていきます。じゃあ皆さん、しっかり基本を身につけていただきたいと思います。